はい、どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。やっぱりね、こうなっちまうのよ。何がね。また口内炎できてる。あ、またですか。はい、すぐ口内炎できますね。なんか毎回配信の時にさやさん口内炎を報告するみたいな。口内炎意味わからん報告ありますね。が定例ですね。はい、しんちゃん、しんちゃんパート2ということで、パート2 2回目かな。行きましょう、スタート。しんちゃんは記憶あるんだね。来た来た、いわばちくばの友。ちくちくわ、かわいい。ちくば、これあのしんちゃんが小さい頃から一緒に遊んでいたこと。違う、別のことをしてしまったらまずいぞ、同じこと言わなきゃって言って、同じことを起こさないといけない。別の世界線に行かないようにしんちゃんがあえて同じこと言っているまである。ちょっと嫌だな、その5歳児。それはモッキー。今から雨かな。それは天気。かわいい。あれ、え、1日目から、え、もういるの。もういるんだ。え、もういる。早いね。早っ。この世界は先週の月曜とは少々異なる風景を持っていたのです。しんちゃんだから丁寧です ね、 ね、解説が、うん、今度こそって言ってるから、やっぱ記憶あるんだね。こうして始まった新しい1週間。頑張れしんのすけ。かわいい。よしこお姉さんとデートできるその日まで。何か変わるんでしょう。なんか変わるかな。やったね。嘘、しんちゃんあれじゃん、持ち物リセットされてないじゃん。強いじゃんしんちゃん。しんちゃんこの世界でさ、手に入れたものは増やし続けられるからさ、この7日間ループするだけで億万長者になる。確かに。でもその時しんちゃんはしんちゃんのままでいられるんだろうか。確かにな。あら、ゆうこさんが来るのはさね、なかったね、これは。あ、お母さんは亡くなっちゃってるんだね、この2人の。毎晩本を読んでもらってた時のことを思い出すよね。あー、切ないね。幸せな時間の記憶、幸せな時間の記憶ですか、この街。でもここの目的はしんちゃんをここから出さないだから。そうだよな、確かに。だけど研究を始めたそのきっかけはもしかしたら、あれ、あなた誰、あなた駅員さんだ。あ、一郎お前だったんだね。ここの駅で会った駅員のおじさんですよ。いや、そらそうよ、そうだよね、やっぱね、この子たちのお父さんでもあります。あ、なるほどね。来てみたら大丈夫だったわね。あ、もともと聞いてたんだね。じゃあ恐竜が現れるようになったよって言われてんのに来たんだ。いや、まだもっとと覚えてね。いや、まだもっと。なあ、しんのすけ。5歳。おや、これも山田もっとちゃん全然覚えてないのかな。でも覚えてないって切ないよ ね。お、え、銀河は、おい、時空を超えてやってきたとは考えない。お主見覚えがあるって言ってる。嘘、お前なんか理解してんじゃん。ちょっとすごい、なんか特殊能力に目覚めていたよ。やっぱ忍者違うね。やっぱ忍者違うわ。銀河さんだけなんか分かってくれてる。これまださ、いないよね。何が？ぼうちゃん来てないよね。あー、そう、ぼうちゃんだけいないんだよね、ずっとね。うん、ぼうちゃん絶対あれだって、絶対悟ってるって。しんちゃんってくる。しんちゃん、こっち行っちゃダメだ。ダメじゃん、もう。それは風間くんじゃない。普通に始まるな。ね、あ、おはよう。サブローさんだ。みんな同じ顔やないかい。知らないお兄さんが。血が強い。この子誰？いい声。いい声。僕の名前はサブロ。めっちゃいい声。サブローさん。ヨヨちゃんの日の山食堂。いいとこ。ヨヨちゃん。昼間ここで働いてんだ。え、そうなの？でもなんか違うね。この店で本を読むのが好きなんだ。でもなんか初対面の人に急にこんなこと言われたら戸惑っちゃうの。旅行行ってたのね。なるほどね。これはあれですか、これ。これロマンスですか。ロマンスなんじゃない。すぐロマンスに従うけど、ロマンスですね、これは。このてんてんてんは、今日は暇なんだけど一緒に散歩でもするかって。する。おー、あ、また絵本の話ね。やっぱこれすごい大ヒントなんじゃない、この絵本は。畑さんが絵本読んでるから、その絵本と関係ない。畑さんが読んでるのは真田太平記だよ。そうなんすか、うん、次萌えよけんになるから。あ、いた、心優しいサブローおじさん。おお、ここか。あ、頭ちゃん。頭ちゃんが泣いた。あ、どういた。これが弱肉強食。なんか深いこと言い始めたよ。上と下、地面と空、水と火のように2つで一組なんだ。陰と陽。そして生と死、わかるね、しんちゃん。サブローさん、世界の言葉に飲み込まれて消えた。え、なに。カップル、お似合いのカップルだって。うわ、やっぱりロマンス。ロマンス
じゃない。ロマンスがここにある。あ、違うよ、ララコちゃんもサブロさん好きなんだよ。ララコちゃん、いや、お姉ちゃんなんかとダメだよみたいな感じだね、これ今。憧れのお兄さんなんだよ、サブロさんは。サブロさん確かに一番あれだったな、爽やかだったからね。でもこのカメラ何がすごいってさ、うん、あの実際のシーンじゃなくてさ、あの絵描きがちゃんと描いてるものを描くカメラなんだよね。ね、あのここでちょっとあの私がすごく好きな設定の話をしていい？いいですけども。ゆうこさんとサブローさんがこのままの関係で、あのララコちゃんが高校生くらいになったら結婚するの、この二人が。はいはい。そうで、ララコちゃんはでもサブローさんのことがずっと好きで、学校にいる男子とかもなんか全然興味ないって感じで、はいはい、そうだけどもうサブローさんはお姉ちゃんの旦那さんだから ってずっとその思いを秘めてるんだけど、うん、そんなララコちゃんのことが好きな男の子が好きです。長えな。何の有益な情報何もなかったのびっくりしたよ。さやさんが好きなタイプの男の子の話しただけで。あれ？かわいい。あれ？ララコちゃんが寝かしつけてくれてる。かわいい、なんかあったって。しんちゃん続きやって。ポポ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 。この川浅い。ポポ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 。ぼうちゃん。あ、ぼーちゃんじゃん。ねえ、ぶーちゃんなんだ。頭ちゃん賢っ。ぶーちゃん、ぶーちゃん、うら、野原しんのすけ、5歳。僕はぶーちゃん。この世界でもぶーちゃんなんだ。あ、そうだ、新聞社は行った？あ、新聞社行ってない。お、よしこお姉さん何してんの？声楽しんでる？キャップの写真？なに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 ？はっ、新聞社の助手で大学生のよしこは年の離れたキャップのことが大好きだ。おめでとうございます。大正義です。いつもロッカーの陰に身を潜めてキャップの姿を目で追うけなげなよしこ。キャップの一挙手一投足を密かに応援しながら燃え死にそうになっている。嘘、そんな好きなん？来た。さやさん大正義だったんですけど。どうしよー、かわいい、かわいい。近くない？いるんかい。近くない？それはめちゃくちゃいるんかい。エアポッツで爆音じゃない限り今聞いてる多分。おー、よしこちゃんには話してる。信じた。信じてくれた。まあ、優しそうだもんね。ね。お。出前？あ。何？今のは。わ。今の声やばくない？かっこいいな。ウーバーです。しんのすけ。しんのすけ。おい。おい、出前は。キューピッド眠くなっちゃいけんよ。おい、ラーメン届けてからにしようよ、しんちゃん。わあ、しんちゃん寝ちゃった。おやすみ。なんかミサイじゃなくてやっぱりララコが寝かしつけに来てくれるの ね。優しいララコちゃん。この週はララコちゃんの言い方すごい優しかった今。5歳児寝かしつける中3とか可愛すぎんだろ。なんなん、なんなん、人が可愛いって言ってたのに。やばそうじゃんお前は。あ、結構殺伐としてない？これはやばいタイプの竜では。あ、ほら曲がなんかマリオパーティーでクッパ出た時みたいな曲だった。やばめだよこれは。すごいわかりやすいんだけど。この世界に呼んでしまったみたいです。我が輩が邪魔をしてやろうってあのサイコロ回してくる時とやられちゃってる。キノピオくんやられちゃってる。だいたいこの音楽かかると、うん、キノピオくんこういう声出す。確かにこういう声出すわ。そう、なんかもう超受け入れてんじゃんね。わがまま恐竜ダブルQ かわいい。それそれがいい。それにしようか。お、この二人がついに出た。あそこの場所から解放されてね。自爆霊みたいな場所にいたもんね、ずっと ずっとやっぱさ、あれなんだね。カズマくんはさ、しんちゃんのことしんのすけって呼ぶんだね。しんのすけは恐竜のことをどう思う？恐竜はおとなしいし、いい子たちなのに悪い目の扱いされてるんだよね。ちょっと声似てんの、ね、許せないわ。カズマくんとキネちゃんは、子供と恐竜が一緒に彼らが安全であることをアピールする、はいはいはい、仲良し。何それ、可愛いけど危ない企画。いい、よし、これでみんな揃ったな。絶対やだ。では、今日の計画を発表する。絶対やだ。恐竜を3匹ともここに集めて僕らと一緒に仲良く更新するんだ。めっちゃやだ。ベリートだね。はは、早くはなんとなくわかる。最初の2匹はおとなしいから言うことを聞いてくれるけど、昨日の夜やってきたわがまま恐竜ダブル Q が問題なんだ。おおおお、二人でやんねん。噂をすれ ばなんとやら。やめて、ボンちゃん取り合わないで。え、楽しそうだよ。楽しそう楽しそう。僕は愉快でダブル Q って感じだね。そう、うざ。あやつ背中が赤くバレていたぞ。そのせいで機嫌が悪いのかもしれん。うそ、どうしてもあの子だけ言うことを聞いてくれないんだよね。どうすればいいんだろう。やだ。
あれを覚めるには冷やすで限るでござる。お、そうすれば解放に向かうはず。あ、ここか。おお、これ背中を冷やしてあげるっていう、ね、そういうことね。こうやってやるのね。すごくないっすか。かかってるかかってる。え、でもあれかけてるから結構痛そうだよね。痛そう。うん、いや腫れてるじゃないでしょ。それは戻った。木曜の朝、やば、子供たちは恐竜を救うため一致団結。恐竜と子供が一緒に町を練り歩き、恐竜が安全であることをアピールする。これだってさ、かわいい。悪の博士の目的とは真逆でしょ。だってまあそうね、怖がらせたいわけじゃん。よかったね、本当にどうだ。むしろ愛されちゃってるからね、うん、では恐竜パレード出発。かわいい、かわいい。不信か。にっこり。あら、みんなもう笑顔だよ。ぼーちゃん、お前そういう笑顔作れた？ぼーちゃんそういう笑顔いけるんだ。にこ。しかし、その一部でしょうね。でしょうね。気に入らないでしょうね。博士は大激怒。ほら、やっぱり。やっぱそうなるんだ。しんのすけが外に出ると、どんな用事があるのかな。まあ、用事というほどのものはないので。え、でもさ、この博士はさ、自分が戻した記憶はあるのかしら。あるんじゃない。この町での生活を聞かれたしんのすけは、よしこお姉さんの話と、ひろしの靴下が相変わらず臭いこと、大事、とっても大事。 そして、春日部の友達にそっくりな子たちがここにいることを話した。おお、びっくりしてる。なぜ友達にそっくりな子供が、しかもたくさんこの町にいるのだ。実は我が輩もすでに気づいていることがある。古代からやってくる恐竜たちはすべて我が輩が子供の頃に読んでいた絵本に出ていたものばかりなのだ。博士はしんのすけのことが知りたくて、少しずつ少しずつ距離を詰め、やばい、狙われてる。仲良くなっていきました、お、秘密の場所で秘密の大会がある。やっぱここだ。ねえ、飾り作られてる。早く始めようよ。早く大会を始めたいわ。ストレス、お肌の大敵なのよ。もちもち肌のくせによ、お前。めちめち。出た。強ない？え、強ない Q。 やばい、ちょっと待って、サボってたサボってた、やばい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 。え、とりあえず WQ で当てる。 SP 攻撃あげる。グーチョキパーをあげた方がいい。グーチョキパーあげるか。第1回恐竜バトル大会1回戦バトルスタート。あー、アイコですね。アイコ、なにそれ。あ、先に言ってくれよ、そういうの。適当にボタン押しちゃった今。もしかして？いや、だから折れんだよ、お前。だからあそこ腫れちゃうのよ。え、これさ、じゃあさ、全員倒さなきゃいけないのかな。あ、そういうこと？大会だし。嬉しい！めちゃくちゃ嬉しい！すごい踏みしめてる、大地。お見事。まあ、とりあえず1回は耐えられるからな。いい、確かにね。これにするよ。優しくない？チョキでいい。本当に？いざ勝負。信じるよ。嘘だったら、ああ、ありがとう。愛してる。一生嘘つきって呼ぶとこだったよ。美しいわ。危なっ。ぶーちゃん、竜じゃないやん。なんで444って。アイコ、アイコか。音情、音情。なんでそんなピタッと止まんの。さっきはなんか感性あったのに。うん、てんてんてん。あー、こんな。やばいな、やばい。SP 技総裁できなかったね。それやばいって。 SP 技使ってきたらやばいって。 SP 技使ってきたらこっち即死じゃない。ね、捕まれたら死ぬんじゃない。ね、なんでそうなる。すごい怒ってるけど、すごいお怒りでやられた。すごい怒ってるけど、SP 技来たら死にますが。来るでしょ。うわぁ、やったやった。これ高速ラッシュやるぞ。明確な殺意。うわうわ、強い強い強い。あー、チヨシもやります。強っ。え、いや全然育ててなかった。あだが出た。チョコビ買わなすぎたね。ね、これチョコビ買わなきゃダメだったわ。おお、やっぱブーちゃん強かったんだね。ブーちゃん強かったんだ。誰にする。いくら買ってもな、そんな。別に俺にとってはいやだー、なそんなしんちゃん。いやだ。チョコビ大人買いしよる。そう、財力だったらあの中で一番ある。でもなんかしんちゃんの中でチョコビがさ、
なんかこう嬉しいものじゃなくなってしまいそうで、なんか切ない。ほう、この星5だ、引けばいい。ガチャ、渋い渋いて。おお、来た来た。どうですか、アイコルーレットの速度ダウン強い。これはザコイメ頼む、ガチャ。あー、うーん、買っただけで手に入るんだこのね、袋ね。やったね。ね、これはお、HP200 アップはでかいね。でかいな。でもいいの出ないね。やばい、ドブ。おお、星 4? きた。これ強くない？強いかも。じゃもう一回リベンジしようか。お、このモーションスキップさせてほしい。確かになんかこれ恐竜バトルというよりかは金で殴ってる感じある。バトルスタート。あ、で、これで SP 使えばいいんだよ。そう、ここで SP をぶつけて、あっちも多分 SP で来るから、アイコルールと負けたら。これだってこのボンちゃん、終わった、これ200入るからダメだよ。ダメ、ダメ、もう終わったわ。ゲイさんやっちゃった。終わった。ダブルキルの暴行が。ああ、いや、ボンちゃん待って、普通にジャンケンで負けてるんだよね。さらなる課金を。こいつ課金しようとしてるぞ。お小遣いって何のためにあるの？使うためにあるんだよ。わかる？これでいい？6連ガチャ。だって雑魚すぎる、雑魚すぎる。くるくる回って、おい雑魚、ねえ待って、やばいって。あっ頼む。ダメだ、もう全額投資しよう。いや待って待って待って、増やせる増やせる。嘘じゃん、増やせるかもしれない。あ、増やせる増やせる。これはもう一回だけリベンジさせてくれ。これでいい？5連ガチャ。また17個持ってるらしいよ今。チョコビ、チョコビのありがたさが全然ないんですけど。もうダメ、このしんちゃん。いや待って、雑魚すぎる雑魚すぎる、やばいって。え、これただの運ゲー本当に。いやマジか、ドブった、ドブった。チョコビ渡して買収しようぜこいつら。いや、このさ、全攻撃50アップ強いんだけどさ、ルーレットじゃないかな。オラ野原しんのすけ、配下勤者5歳って感じ。やめて。ブーちゃんに勝った。負けたねー。危ねえ。勝ったー。よかったね、ゲンさん。やば、これは喜ぶ。そうだよ、だってチョコビで2000円課金したことあったよ、私は。お前か。そうだ、これが課金の力。曲700はさ、ずるくない？しかも強いし。なんかジムリーダー戦みたいな曲出すのやめろよ。まあグーが一番やばいからね。そうそう、パーも結構やばいけどね。よし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 。奈良子ちゃん、それはさ、ちょっと中学生が一人混ざってそれはまずいって。うわー、いやこれじゃんけんで負けんのが納得いかない。負けた負けた。準優勝したじゃない。貴様、お前3周目覚えてるよ。3周目ボコボコにしてやるからな。しんのすけはひろしとミサイに聞いてみた。悪の博士はいい。おお、みんな優しいね。でもすごく優しい。母は知らない。しんのすけが今もう潤沢なキャッシュで課金しまくってるということを。いやだな、5歳児の口から潤沢なキャッシュとか言うことはもう聞きたくないよね。やったー、あと課金できる。キャップからももらえるんじゃない？キャップキャップキャップ、また明日チョコビ買える。やだー、また明日チョコビ買える。チョコビじゃない、そのしんちゃんが本当に欲しいのはチョコビじゃない。お、みんな博士は悪い人じゃなくて面白い人だ。しんのすけ、博士は急に博士衝撃。あ、大変。これは来るんじゃない？ね、ティラノ。これがしんちゃんと博士の恋の始まりなのであった。どういうことなんですか？博士のタイムマシンは、やっぱノートパソコンなんだ。すごいな、ノートパソコンでこれ全部やってんだ、すご。博士はしんのすけに、なんで？優しくない？優しい。マブでダチじゃん。ふわふわ、パウパウ、トワトワ、チリチリ。おっとっとっと。危ないじゃん。
あれ最後のボタンに触らなければ。ああそういうことね。どのボタン。このボタン。あ、押しちゃった。やっちゃったね。ああやっちゃった。お約束だね。ねえ、さあ何連れてきちゃうの。博士の思惑がタイムマシンに飛び込んでいく。すべては一瞬の出来事ですぞ。お、ああ、あ、ミサドン。ミサドン。嘘、なんか人影、人影の凶悪な姿じゃん。ねえ、尻尾の炎消してあげれば大丈夫、絶滅するから。これは逃げ惑う。これは怖い。肉食だぞ。だって我が輩はこの地球を征服する。そして世界中の遊園地の年間パスを手に入れて遊び放題。かわいい。かわいい目標。まずはこの街を征服する。